シトロエン CX 前期型、シトロエン CX は、フランスの自動車会社シトロエンが製造したセダン型の乗用車。シトロエン CX 前期型リアビューシトロエン、CX 後期型名車 DS の後継者として1974年にデビューしたシトロエンのフラッグシップモデル。1985年に大規模な改修を行いつつ、1989年まで製造された。 1989年発表の XM が後継車種となる。しかし、ステーションワゴン型は XM ブレークが発売される1991年まで製造された。1975年にヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞したが、これはシトロエンにとって GS に続く2度目の受賞であった。シトロエンは1976年に フランスの自動車会社プジョーと PSA グループを形成しプラットフォームやエンジンの共通化を進めたため CX は純血シトロエンとしては最後のモデルとなった。内外装ともにシトロエン車内でデザインされ1974年当時の流体力学を駆使した外装は GS とともにその後のシトロエンのイメージを定着させるものとなった。 開発から20年近くを経て旧式化した DS を代替するため、先行した小型モデルの GS を発展させた、モダンデザインの空力ボディと DS、GS でも用いられた独特のハイドロニューマチック機構を備える大型前輪駆動モデルであるが、シトロエン車としては初めて横置きエンジン方式を採用したことが特色で、これにより DS の欠点であった。 全席足元へのエンジン隔壁張り出しが解消された。構造的には、フルモノコックではなく、ロードノイズの低減のため、この時代すでに珍しくなっていたフレームを持っていた。社名の CX は、空気抵抗係数を表す記号、CX から取られており、その名前の通り、優れた、空力性能を有した。シトロエン CX のフランス語での発音を音社すれば、スイートホ保イク X である。 ボディはルーフがそのまま、車体後端まで滑らかにつながった形状をしており、一見ハッチバックに見えるが、GS 同様に独立したトランクを持つセダンであった。リアウィンドウのガラスは特徴的な凹面形状を呈しているが、これも空気抵抗を減少させるためのデザインとされる。内装は DS 末期型や GS の機能主義傾向を極端な形で発展させたもので、 広くゆとりあるものであったが、操縦系統は、ウインカーやライト、ワイパー、コーンのスイッチ類をメータークラスターに集中配置した、クラスタースイッチ、指針でなく、数字を記したボビンが動くタイプのボビン式メーターなど、独特の装備類で固められていた。サスペンションは、前輪がダブルウィッシュボーン、後輪がトレーリングアーム、スプリングは前後ともにハイドロニューマチックであった。 ハイドロニューマチックの油圧を利用する四輪、ディスクブレーキも DS、GS の発展形式で高速走行に備えているが、ペダル形状は DS のようなゴムボタン状でなく、GS 同様な一般的ペダル形状となっている。また DS 同様に、パワーステアリングも装備していた。15年間の生産期間で、 幾度かの改良を加えられた CX だが、大きく改修を受けた1985年以降の、後期型とそれ以前の前期型に大別される。シリーズには、基本的なボディ形状は変わらなかったものの、金属製であった前後バンパーが樹脂製、エアロフォルムになり、それに伴い、フロントフェンダーや、リアタイヤを隠すスパッツの形状、あとフロントグリル、ドアミラーの形状も変更された。 内装は、ダッシュボードや、メータークラスター、ドアトリムなど、大幅に形状が変更された。また、前期型のボビン式メーター類も、一般的なアナログ式となった。しかし、他社のレバー式とは、異質なクラスタースイッチはそのまま引き継がれた。エンジンは、排気量2.0リットル、2.2リットル、2.4リットルで、水冷直列4気筒をオフ、2.0リットルで直列。 4気筒サイチェシーのガソリンエンジンと排気量2.2リットル、2.5リットルで水冷直列4気筒オフのディーゼルエンジン。うちガソリンオフは DS 後期型からのキャリーオーバー設計で予置機用にレイアウト変更したものである。排気量2.5リットルのガソリンエンジンと2.5リットルのディーゼルエンジンにはターボ仕様も存在し、後にインタークーラー付きとなった。 駆動方式はすべて FF 方式である。ガソリンエンジンのターボ仕様は、上記の通りインタークーラーなし、ありが存在しており、前車は CX25GT ターボ、後車は CX25GT ターボ2と呼称される。特に CX25GT ターボは前期型特有のメッキバンパー仕様のままで、エアロパーツも控えめであるため、通常の GT と、 区別がつきにくいが最高速度時速 220km に到達。シトロエンではクーペモデルの SM に続くセダンとして初の時速 200km オーバーカーとなりオートルートで速い CX というイメージを作り上げた。ドイツ民主共和国のホーネッカー初期長が使用していた CX リムジン1975年にはステーションワゴン型のブレーク。 同形状で7人乗りのファミリアール、高級仕様のプレステージュが、1979年には、プレステージュと同形状のリムジンが追加された。4タイプともにホイールベースが延長されていた。日本では、西武自動車販売によって輸入され、主に、パラス、ジーと、少数ではあるが、プレステージュとファミリアールと2500、ディーゼルも輸入された。ブレークの輸入も検討したが、 カーボルームが広く、日本では1ナンバー登録になるので導入を断念したという逸話がある。当時のターボブームに便乗する形で、CX25GT ターボ、CX25GT ターボ2の輸入も検討されたが、MT のみの設定のため当時のフラッグシップである CX にはそぐわないとの判断で断念されている。なお、 西部自動車販売によって輸入されたものはすべて左ハンドルであり、イギリス仕様の右ハンドル車等の並行輸入車は形式認定を受けておらず、新車新規車検の際には直接検査場に持ち込む必要がある。新聞、雑誌の長距離輸送用に CX ファミリアールを改造して作られた6輪使用車で、後部加湿容量を拡大するために、車体後部を延長し、 それを支えるために後輪が4つある。シトロエンが改造したものではないので、ロードランナーは通称である。救急車やキャンピングカーなど改造された目的に応じて、形や仕様はそれぞれ異なっている。ありがとうございます。